こんにちは。全景 AI フォーラムです。えー、全景 AI フォーラムの4月の会。2021年4月、今日は28日です。いえっ、ー、と、YouTube をご覧の皆様は何人ぐらい見てるのか僕、わかんないですけどもあの、コメントくださいね。あの、よ見るようにします。僕、喋ってる時はあんまり見てないんですけども、あの見るようにしますので、ということで。 えっと、8時だな。えっ、ー、と、多分もう、ワンセクション僕喋って、それで、ネタ切れ、もう眠くて、もう諦めちゃったので、それでネタ切れなんで、8時半ちょい過ぎぐらいで、あの、みんなで座談になって終わりかなと思いますんで、もうちょっとお付き合いください。で、えー、っと、いうことで、準備してきたですね。この2っていうのは、さっき、最初から言ってるように、ちょっと、 準備しようと思って、目次は書いたんだけども、後にしようと思って時間も、あと1時間あったんですけどね。追い込むほど若くなかったんで、もう1時間休養に当てようと思ったんで、これは、あの、もしかしたら次以降なんか使うかもしれないですけども。えとっと、ということで3番のですね、前回から始めたコンピューター会話教室の第2回ってなんか、 無理やりですけども、これをちょっとあの、喋ろうかなと思います。えー、です。でね、えー、っと、コンピューター会話教室って前回、あの、言って、さっきのオチをやるために、4ループを、あの、ゼロから説明し始めたみたいなことがありました。で、えー、っと、それの第2回目として、じゃあ何を喋ろうかなっていう話なんですが、 えー、ネタはね、前回紹介した、えー、話の中の一部なんですけども、n、え、o、ー、ノットファウンドじゃ怒られるな。えっ、ー、と、こっちか。これだ。ここね、コンピュータ会話教室のコンテンツ、ここにこうダーッとありますが、これのね、 えっと C でフォーループを素朴に書くととか Python で書くととかって言った後にフォーループの抽象化として Python のフォーループっていうかループのあの処理の仕方っていうのはちょっと僕の感覚僕は古いタイプの人間なので C 的なですねあの感じで物事アルゴリズムとか考えちゃうんですけども Python の 抽象化されたフォーループみたいな考え方は結構面白いよっていう話で、このビデオ、ね、あの、ネット・バチェラーさんの、えっ、ー、と、Python のコンファレンスのビデオで、でも、英語なんですけども、30分のすごい簡潔なビデオで、あの、結構面白かった。目から鱗が落ちたっていうのは前も言いましたけども、 なので、この話を、ただ言っただけでは、オーディエンスの人たちは誰も見ないと思うので、ね、分かったと。無理やり僕が解説してやろうっていうのが今回の、あの、趣旨です。なので、どういう趣旨か。僕もね、だからこれは、どうプレゼンするかっていうのは、あの、いいのか悪いのか分かんないんですけども、 っていうのは次に行く前にこう前振りをしてるんですが、たらーんとですね。えー、っとですね。この30分のビデオを見てもらうのが一番なんですけども、まあ、あの、プログラマーじゃない人で、あと英語で喋ってるんで、あの、僕が、ああ、いいなとか、共有したいなと思う情報は多分、 伝えようと思ったら僕は説明した方がいいんだろうなと思ったりもするので説明しきれるかどうかわかんないんですけどもえっと30分のビデオからですねキーになるでするねネッドさんがこのプレゼンをすごい多分練りに練って時間かけて作ったプレゼンなんですよすごく内容も良くてそれをねあのもうもう10年以上前のビデオじゃなかったかなだから あの、し、みんなに共有しようっていう意思なんですけども、パクってね、ほらすげえだろうっていうのもなんか、あの、申し訳ない気持ちも少しあるんですけども、でも、あの、これすごくいい話なので、えー、この、キーポイントとなるスライドだけを抜き出しても結構これだけあるんで、どう、どう説明しようかなっていうのは、えー、難しいし、これを見せながら説明で伝わるのかどうかも自信がないんですが、 でももう準備してきたのでそれでやるしかないですね。ということでやりますね。